こんばんは、ずんだもんなのだ。今回は脳ダメ 22% パート11、フェイゾンマインズ奥地を探索する回、長距離移動、オメガパイレーツまでたどり着けなかったのだ。前回、フェイゾンマインズで、戦士、ノアーキファクト取得をしました。とんでもねえ難易度だった。今回はフェイゾンマインズ深部に移動します。当然、敵も強くなり、あたり一面にフェイゾンが散らばる。まともにやってられません。ということで、今回も壁抜けが活躍するのだ。前回は下の道を通っていたわけですが、今回は上です。気をつけることはあんまり変わらん。初回に来た道と同じなので、敵も全部同じ。ただし、ここはスペースパイレーツの出現場所が変更されてます。スキャンで障壁を解除したので、以降はビームタレットがいない代わりにパイレーツが気づく範囲が広いという。前回の帰り道でもこいつらにはちょっと困ったからね。最終的に気づかれてもさっさとセーブステーション逃げ込む手法になったけど、さすがにいっぱいいるときついです。なお、上に順路通り行くと3、4体追加で戦うことになるので安定しません。下で戦ったやつらの後に追加はきついで。ぼーっと突っ立ってるこやつらを始末すれば安全。この手に限る。結局アイスビームで凍るなら楽勝なんだ。というわけで、あとは1回目と同じで行きましょう。同じの見ても見どころないので、飛ばしますか。倍速。ワークとかあればね、もっと楽なんだろうけど、プライム位置にそんなのないから、その足で移動するっけない。プライムにはワークあんだけどね、終盤だけど。プライムさんは惑星間移動だからスケールが違うのよね。プライム位置とには一つの惑星での出来事だから、惑星移動するって言うと、ハンターズもそうだった。頭っ黒の見えにくい箱壊して爆破すると天井にぶら下がったパイレーツくんはぶっ飛ぶ。だいぶギャグ。どうしてそんなとこに爆発する箱を置いたんですか。さてさて、戦い方が変わる場所に来ました。と言ってもパワーボムでウェーブトゥルーパーくんを始末するだけなんだけど、これをできると本当に余裕ができるのだ。あとはまあ変わんないのだ。あの場所まであえて移動するの危険だからね。壁越しに撃つ。シンプルかつ安定した攻略です。倒したらまた最初と同じで壁抜けて下から倒す。パワーボムで倒そうとするとどうしても3体まとめて始末する前に被弾リスクがでかすぎた。ここも正直語ることねえな。ってなる。さらに加速します。こんなの解説することなんにもない。でも長い。ということで倍速が増す。壁はめなのだ。パワートルーパーさん叩くてまともに戦えないのが悪いのだ。パワーボムで1、2体なら始末安定するけど3体目が遠くにいるからどうしてもこれのままなのだ。倍速早すぎると何かのアーケードゲームみたいな音になるのだ。シューティングゲーム古いタイプでこういう音たまにあるな。ってのがちょいちょい処理落ちつぼそうな感じだ。そういえば AGDQ2023 にてメトロイドプライム 1+2 マルチワールドっていう謎のランダマイザーがあるのだ。これプレイヤー2人以上でプライム1担当と2担当に分かれて遊ぶやつ。2つのゲームそれぞれにどっちのアイテムも振り分けられるので、組んだ人のアイテムが自分の側にあったりする。なのでたまに何もできない暇な時間ができたり大変そう。さてプラズマを取ってからここは初ですが、それがトリガーとなります。エリートパイレーツ戦3体目。対処方法は同じですが、ここのはなんか狭すぎるからか遠距離武装がない。そういう配慮あったのね。なお結局はぐるぐる回ってビーム打つだけです。プラズマは連射と威力が両立してるのでアイスビームより早く倒せます。解説終わり。ここはアイストゥルーパーが4体出ています。メインパワーボム取った後はずっとこいつら。1回帰った時はスルーしましたが、セーブステーション行くには倒すしかない。アイスビームのみで戦う。普通の FPS ゲームのように上取って打ってすぐ隠れるのを繰り返して倒します。これしか手がない。なお相手もサイドステップで移動するため当たるかどうかは運次第。長期戦です。しばらくお待ちください。4体倒すのに非常に時間がかかり、攻略も特に言うことがなくなっています。虚無だよね。ただセーブステーション行くまで気を抜けない。この区間普通に長いんだ。ここカットできたらオメガパイレーツ戦まで今回行けたと思うけど、ままならんで、エリートパイレーツ3体目倒したので満足しましょう。気
左奥に引っ込むの。やめてほしいのだ。届かない。これで下に降りて戦うと普通に苦戦するのでダメっていう。めんどくさい。パイレーツたちが左右どちらにサイドステップするかはランダムです。一応サムス側へ近寄るようにするのが優先であった気もするけど、ここだと単純なるランダムっぽい。無事倒し終わったらセーブステーションへ。これでようやくメインパワーボム取った時から再び帰ってこれました。戦士取った前回といい、なかなか道中しんどいね。さてさて、ようやくフェイゾンマインズ深部へと向かいます。初回は奥に行かなかったのですが、今回は奥地へそのまま突っ込むよ。なお今回はここからずっと移動していって次のセーブステーションまで行くだけで終わります。本当だったらオメガパイレーツ戦で締めるのが綺麗なんだけどね。遠いのよ。リセットの NG シーン集とオメガ戦の長さを考えるとどうしても次のパートにならざるを得ない。これはしょうがないね。倍速しまくってなお長いのであった。というわけでセーブデータが次に切り替わります。ここではまたしてもアイストゥルーパーが復活。今度は倒さずスルーしましょう。倒すための場所もないし良い感じの場に、ほかアイストゥルーパー利用のダッシュジャンプ、どっちかで移動すると敵がこちらの移動に対応できないためゲートでの待機時間以外射撃が外れます。ここはビームタレットが4機もある。スーパーミサイルがあると中央のやつへ一発当てれば周りも全部消し飛ぶ配置。また下側の毛布通路をくぐることで安全。裏に回ったらスキャンで停止させます。そして停止したらすかさず端の1機をアイスビームで凍らせる。これは上に回収されるモードになる前に行う。あとはこいつに挟まって壁を抜けます。この壁抜けのおかげでここからオメガパイレーツ戦前のセーブステーションまで直通で移動できてしまう。やったね。壁抜け開始の難易度もめっちゃ簡単。あとは移動するだけです。さてあとは全部移動なわけですが、なっかいので倍速します。見どころがもうねないのよ。解説することも薄いためとりあえずこうなるわけ。本来はここメトロイド隔離エリア、ニテターロンメトロイドを飼育している様子を見て障壁をサムスがスキャンすることでこのマップのパイレーツが襲われるのを見るんですが、残念ながら飼育されたままになります。むしゃむしゃエネルギー吸われるパイレーツなんていなかった。というわけで順調に移動していきます。 BGM も障壁をスキャンで解除しないので静かか、解除すると警戒態勢にスペースパイレーツ移行するため緊迫の BGM なんですが、なお今回の移動なんですが、至る所でフェイゾンが散りばめられているため実はそこそこ危険な場所があります。判定が壁の外にもあるのが結構いろんなマップあるんでね、厄介です。左の危険レーダー見てね。移動についてですが、基本的に通常の壁抜けとほぼほぼ同じ話になります。ただ一部マップは移動するためのゲート周辺が狭いためかなりシビアな移動になったりします。なかなかフェイゾンマインズの壁抜けはマップ間移動の癖あるとこが多い感じなので、なるべくやりたくはないんですよ。普通の RTA とかなら縛りプレイならやった方が安全なんでね。フェイゾンマインズの壁抜け 2% と 100% でやるとしたら、新生アーティファクト1つ壁抜け、めっちゃむずいし簡単に積んでしまうんで上級者専用です。私はできない。めちゃめちゃ移動しづらいマップです。ゲート周囲がぎっちぎちに詰まってるんだけど、移動するには特定位置でジャンプするっきゃない。めっちゃ失敗したのと、下から上登るのが大変なのと、やり込みが不足しててグダグダでした。しゃあないんだけどね。こんな長々と移動するの珍しいので、最近になって 21% も壁抜けでこれ使うのどうなんって話題になったけれど、結局この区間は RTA するなら使わない方がいいよねっていう結論っぽい。そうね、遅くなる。セーブ&リセットの区間層だと新生オロードディレイ使って取るのが実用的だが、目に見えるものだけを信じるな。ということで新生アーティファクトを見えない状態で取得することになります。マップの読み込みが始まってから即ロードディレイ、地形が完全に読み込まれる前に新生の位置まで移動して読み込み終わりと同時に取得しつつ離脱するっていう手法。 BBBB と同じだね。まあ私は新生プレイロードしたことねえけど、さ
て右枠で暇な時間をごまかしてきましたが、ようやく次のマップへ移動できそう。このマップほんと嫌いかもしれん。壁抜け中は普通に移動するなら何一つ不満ねえんだがな。ここで初登場、ハンターメトロイド。フェイゾンにより進化した亜種です。頭にくっつくのではなく、触手からエネルギー吸収ビームを放って高速してくる。体当たりは健在で、アイスビームたすミサイルで倒すのが基本なんだけど、なんというか壁抜け中だと何にも伝わらないね。脅威がめっちゃ鬱陶しい。厄介な敵です。本来は後でまた出てくるから。ここは広いマップな上にゲートがかなり奥かつ上側配置、そのためエテルジャンプに時間がかかる。核を見つけて登るんですが、その核が見た目より結構遠いやつ。さてはて、ここは新生のあるモーフ通路型マック。フェイゾンに覆われているため今は取れません。ノーダメでもロードリレイクする可能なフレームあるそうだけど、知らん。 TAS か、それに準ずる精度持ってないと無理です。私はどちらかというと大雑把なので、精密な操作必要な技術は全然習得できません。練習すればできるという範囲は応用ボムジャンプくらい。ここら辺めっちゃ暗いんで、人によってはサーモバイザーを起動する場所、またゲーム内の明るさ設定を最大にしたりモニター調整する。ブラウン管時代本当に見えなかったよね。ここは地味に気をつけてほしいのが、ロードの切り替えポイントを踏まずにゲート打って起動すると、でかいマップとでかいマップに挟まれている都合メモリクラッシュしてゲームがフリーズする。なので後ろが消えたの確認してビームを前方に打ってなんか当たれば成功。普通にゲーム機の音が聞こえるならディスクの読み込み音ですぐわかるけど、基本エミュレーターより実機が優れてるゲーム。マップとしては最後に来ました。ここははちゃめちゃに広く、まともに来るとプラズマトゥルーパーと連戦を強いられます。途中フェイゾンまみれのとこ抜けると障壁があり、解除すると次来ると気変化がターロンメトロイドに入れ替わるんですが、まあ初回はこれなので 21% だと障壁解除して1回引き返してメトロイドにすることで安全に移動したりする。今回は全部まるっと無視して1回セーブステーションまで直行です。次回障壁解除してオメガパイレーツ戦になります。セーブステーションのマップ判定を読み込み、あとは上から良い位置を探して天井抜けする。無事にセーブまでたどり着いたら今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。あとは NG シーン集、今回は前回ほど回数がかさみませんでしたが、なんだかんだ1回の区間が長かった。1度目着地失敗、パワートゥルーパー激突。2度目壁抜け失敗、落下からパワートゥルーパー。ここなんだかんだ成功法むずいです。3回目、1マップ目のスペースパイレーツくんのビームに当たる。結構連射効いて早いのよ。4回目、今度は地上で戦闘するも打ち負け。やっぱ普通に強えわ。5回目、アイストゥルーパーが強え。4体と同時に戦う都合どうしても被弾リスクが増えてる。6回目、移動ミス、まともに戦いの場に出ると罪。7回目、またスペースパイレーツです。なんだかんだ安定して強えんだこれ。8回目、全滅させないとこうなるというわけ。9回目、壁抜けに失敗してつも、ここは普通にジャンプしても積む場所に行ける。デバッグ不足マップでもある。なお E 番はその積む状況という箇所が細かいこと言うと10倍くらいに増えてる。ボムジャンプ空中1回制限のせいで本当にひどいことに調整失敗してるね。10回目、本当にここ事故ってるな。なんだろう、ザコパイレーツ集団って侮れない。11回目、アイストゥルーパービームタレット壁抜けミスでヘアリロードしようとしたらこれ。12回目、ジャンプの速度不足、ニードモアスピード。13回目、壁抜け中の読み込みを切り替えポイント踏まないとどうなるかってことを身をもって体験。ほーれ、本当に知識ないとなしてってなるね。まあ判定知ってれば大したことねえんだが、ここの切り替えポイントはゲートのすぐ近く、G
小さく盛り上がってるとこらへん。わっかんねえ。ってなってもいいや GC 本体のディスク読み込み音でわかる。ここからゲームがフリーズするのでエラー音注意。ブー。ふぅ。14回目アイストルーパー、ここだと最強だね。15回目ビームタレット、停止するのに若干リスクがあるのです。ビームがうまい具合に噛み合うと避けれないことがある場所。16回目アイストルーパー。17回目アイストルーパー。18回目プラズマトルーパー、壁抜け途中で終わるとこうなる。19回目アイストルーパー。20回目壁抜け失敗理性。21回目メトロイド激突。22回目アイストルーパー。23回目壁抜け失敗。24回目ビームタレット。25回目アイストルーパー。最後26回目レイゾン。124たす26で合計150。次回オメガパイレーツ戦でお会いしましょう。